調べてみるか。そうだな。調べてみるか。よし。この先に神獣がいるな。ここからでもわかる。すごいプレッシャーだ。よし、ここで召喚結晶を展開する。システムコール。こいつ、ザ・フェイタルサイズか。こいつが昔キリトとアスナを苦しめたっていうやつ。でもここはアンダーワールドだし、違う方にかけましょう。ああ、俺も戦わずに済むならそうしたい。頼んだぞシノ。さあ、望み通り弓使いの乙女を連れてきたぞ。言葉が喋られるなら話を。
何か話したいことがあるなら言って。会いたかった。ええ、会いに来たわ。寂しかった。ええ、そうよね、そうよね。もう一度やり直そう。何度でもやり直そう。ごめん、それはできないの。そうしてあげたらどんなにあなたを慰めてあげられるか分かっているけど、でももう一度、何度でも永遠にやり直そう、やり直そう、何？シロ、離れろ！様子がおかしい！殺す、ちょっと、いきなり攻撃？弓使いの乙女が必要じゃなかったのか？私じゃ、ダメってこと？弓使いの乙女として、失格？でも、あなたの愛した女の子は、もういないのよ！私が、話を聞くわ。どんなに長くったって聞く。聞いてもらうって、すごく必要よ。大切なことだわ。私もそうしてもらった過去があるの。だから今私はここに立っている。本当は人間とも話し合うべきだったのよ。お願い、私にできることを言ってよ。もう一度やり直したい。できるだけ下がれ。あいつシロを狙ってる。どうして私をここまで呼んだ意味って、もう一度弓使いの乙女を殺すためだったの？愛し合わなければ自分も死ぬことがなかったから。だからもう一度あなたを殺しに来たマダンの射手と人々を脅かす神獣として殺し合おう。そういうことなの？シロ、下がれ！そんなのってない！愛してたのに！ダメだ、話が通じる状態じゃない！あなたにも魂があるんでしょ？話を聞いてよ！みんな、シロを守りつつ、連携を組んで攻撃だ！行くぞ！キリト！ごめん、シロ。俺は君を守る方を優先する！ふざけないで！私が守られるですって、バカにしないで。説得は失敗した。でも役立たずで終わらせないわ。この戦いで私がいる意味を、もう何であろうと証明してみせる。ジェネレートエアリアルエレメント。